どうも、動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。今回は、昨日、速報で出ましたけども、袴田巌さん、元死刑囚がですね、えー、無罪を勝ち取ったということで、ここで本当に無罪が確定しました。この袴田巌さんは、58年間の、えー、死刑囚としての汚名、まあ、を着せられたまま過ごしてきたわけなんですけども、ここに、ようやくですね、 春の訪れを見たたととといいいうことににななりますいないますすや本当良かっ思で今回のね事件の最も私たちが重要だと感じなければならないところがこの袴田巌さんが死刑判決を受けて一旦確定したわけなんですけどもこの判決そして元々の逮捕と言われてね裁判所に送られて有罪になるそのプロセス全てが袴田巌さんという 事件とは全く関係がない方を検察の捏造によって犯人に仕立て上げたってとこなんですよで当時袴田巌さんに濡れ衣を着せて死刑にまで追い込んだその検察の張本人っていうのはどこの誰か全く分からずに今日ものんのんと生きている可能性が高いってことなんですよね、まあ、少なくとも袴田巌さんと同じような苦しみは負ってないわけですし何の責任も取ってないってことなんですよ まあそういったところもありますので、最初に検察が起訴まで持って行ってしまったらね、どうしても、どんな人でも起訴した、いわゆる容疑者をね、犯人ということで確定させないと、メンツが立たないというね。自分たちのメンツのために、一般市民を、こういうふうな地獄の布団普通に追い込んでですね、人生を奪ってしまうということなんですね。まあそれに対して、 裁判所も国家権力も足並みを揃えるというね、まあ、そんな向きがあります。今、こういう風なインターネットが発達して、個人個人でも情報が取れる時代です。そして、当時、検察でこの事件を担当した方も、おそらくとっくに定年してるでしょう。それぞれ自分の人生を過ごして、まあぐらをかいて暮らしてると思います。事件のこととは早く忘れれたいと思ってるかもしれません 何の反省もなく、ノ々と暮らしていると思います。そして検察に新しく入ってきた人は、もしかしたら袴田岩尾さんの無実を信じている人、この捜査おかしいぜって思っている人が、新入社員としてそういった組織に入って、少しずつ袴田岩尾さんの事件に関心を強めたり弱めたりしながら、今、当時とは全く違った方が、より客観的にこの事件を見て、 当事者でないから、そして当事者との関係がかなり遠くなったから、出せる判断もあったのかなと思うんですよ。まあ、いずれにしても、奪われた人生は戻りませんし、この袴田巌さん、日本が、日本がね、失った大きなチャンスだともいえます。というのが、袴田巌さん、年間19試合をするプロボクサーだったんですよね。 この年間19試合って記録は未だに破られていませんし、勝ち続けたからこその19試合達成、途中でやられていたら、まあ試合はできませんからね。そうなってくると、世界チャンピオンを失ったかもしれないんですよ。そして何より、袴田岩尾さんの人生を重い鉄格子の中で過ごさせてしまって、何もわからなくしてしまった。途中で袴田岩尾さんは、 死刑囚という重圧により精神を崩壊してしまって今は本当に気の毒な部分が多いかなと思うんですよで袴田尾さんのお母さんの臨時のところにも立ち会えず死も知らされることがなく家族もめちゃくちゃにされてしまったんですよねで今画面に一緒に写っている ピンクのシャツを着た方ですけどもこれが91歳3歳上のお姉さんなんですよねお姉さんが強い味方となってここまで引っ張ってくださったんですけどもお姉さんの人生もこの事件とともに大きく変わることになりましたこうやって冤罪を作り出してきた検察司法の世界ですけどもそこにただ関わる人は何の責任も取ることなくそれぞれが自分の幸せを掴んでいるわけなんですよね 何とも割り切れない事件かなと思うわけなんですけども皆さんどのようにお感じでしょうかこのまま終わらしちゃいけないのかなと思いますが残念ながら私たちにも自分の人生がありこうして事件を知って不正を知っていながら、まあ、せめてねこうやって放送するしか手立てがないということでございます今回は以上です